対策工事、床上につきましては、私、個人的な意見でよろしいですか。雑の意見って難しいんですが、まあ、よく頑張ったなという感じがいたします。最初の方は、本当に間に合うのかなという感じがあったんですが、今日見ていますと、中から見てさせていただいてはいるんですけれども、床上工事につきましては、まあ、順調に進んでいるなという感じがいたします。まあ、そういう意味で、なんて言いますか、ということはこれまでしきりに申し上げていた皆さんに言ったと思うんですけれども、7月末までに地下対策工事等々についての、まあ、評価ができればいいなというような、まあ、今日は少し目処がついたかなという感じがいたします。で、皆様、じゃあいつ結果が出るんだということなんですが、これまで東京都は7月の末ぐらいを目処にということをずっと言われてきたようでございますけれども、今のその工事の進捗具合でいきますと、多分それには間に合うのかなという感じがいたします。7月末って東京都が今ずっと言ってこられましたよね。多分工事だと思うんですが、それには今の順調な工事が進んでいくんであれば、間に合うのかなという感じがいたします。